皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。ついについにビットコインの価格が100万円を突破しそうな勢いで再び大暴騰をしております。皆さん、ビットコイン ETF、バンエック版のビットコイン ETF、 承人、延期を機会にビットコイン売却してはいないでしょうね。金融投資においては、細かく理学、細かく利確をするのが、これがセオリーであり、億万長者への一番の近道と言われておりますが、こと、仮想通貨においては、ガチ法、 さらなるガチ法が億万長者にとって億万長者になる近道であると今回再認識をしたのではないでしょうかビットコインが本日の朝4時朝4時に大暴騰を再開し今日中に100万円を超える勢いですその爆上げは天をも貫く 小竜券だ。そしてトランプ大統領は安倍晋三に対し、日本でもビットコインのテレビ CM を開始しろとのゴルフ場においての密約があったとの真事系統による裏情報が私の方に入ってきております。それではまずは状況を把握いたしましょう。 まずは、ビットバンクです。見てください。この美しい、竜の舞を。これは、ビットコイン JPY。まあ、ビットコイン、日本円に対するビットコインにですね、1時間足ですね。で、これは冷やしです。はい、1時間足。これ見てください。今まで91万5千円を上抜くことができなかった、91万5千円を上抜くことができなかったビットコインがあっさりと、あっさりと本日、 朝4時にですね、爆上げを開始しました。えー、今、この動画を撮ってる時刻は、ここですね、えー。令和元年5月27日、2019年5月17日の朝の6時10分でございます。ちょうど2時間前、ちょうど2時間前、私が起きるちょっと前ですね、4時。4時に、<coughs> えー、昨日、トランプ大統領と心臓が、 えー、私が住む千葉県茂原市カントリークラブで、えー、茂原のゴルフ場でですね、ゴルフをやりながら、普通二人だけでも密,密約があった情報ですね、メイソンリー会話の、えー、あっち系の CIA 系のですね、人が、えー、情報を掴んだということでございまして、 えただいまの金額九十四万一千九百九十九円九十四万です。この爆発はえ87万5000円からの八十七万六千からの一気の一気のロケットムーンだ。これ九十あと六万円で、あと五万八千で百万円貫く。100万円貫くと今日の夜の今日の夜のニュースナイン、NHK ニュースナインでまた またビットコインのニュースで始まってしまう。そうすると日本人はすぐさま買い出しに入る、えー、コインチェックなどの、えー、ビットバンク、ビット、コインチェック、ビットバンク、ビットポイントジャパンなどの、えー、日本人が現在口座開設できる、えー、ところにですね新、口座開設申請をして、そしてビットコイン、イーサリアムなどの、リップなどの爆上げ、えー、購入を開始すると、 いうようなことが言われそうです。リップルも同じように馬鹿げを開始しております。現在の価格43円856。43円856、えー。ちょっと前までにつけた、えー、5月16日につけたですね。5月16日、朝10時につけた52円247をあっさり抜けそうな勢いでございます。えー、はい、その他ですね。 モナコインは、えー、少しだけ上がってきていますね。115円。115円98銭ですね。えー、116円ですね。そしてビットコインキャッシュですね。46,117円ですね。すごく上がってきてますね。で、こっちが財布ですね。財布のビットコインも、えー、94万円台突入しております。94万、94万、早いですね。これどこまで上がるんですかね。 でネムが、ネムがおネムからまた冷めております。ネムがおネムから冷めておりまして、9円4599ですね。また爆上げを開始しておりまして、まあ、前回高値、ね、これヒゲですけれども、えー、12円、えー、12円ってさって、むちゃくちゃ安いですね。余裕でこうするの勢いです。はい、そしてですね、モナコインさっき見ましたね。モナコインも116円80銭ですね。ビットコインキャッシュ、えー、ビットコインキャッシュはビットコインキャッシュ、 bch, bcc 両方を表記できます。46万1946195円ですね。そしてイーサリアムイーサリアムは、えー、また前回高値超えそうですね。前回高値3万円を超えてきそうです。28,850円です。皆様の資金は皆様の仮想通貨の資産は相当な増え方をしているのではないでしょうか。あれだけですね、あれだけ仮想通貨買えとビットコイン買えとあれほどね、 35万円の時に、もしね、億万長者にな,るんだなりたいんだったら、35万円の時に、あれだけ私が口酸っぱく言った、えー、ビットコイン買っておきなさいと、ねえー、心が純粋な方はですね、日本全国からあのお礼の電話とかお手紙、メールいただいております。36万、35万、36万、37万円の時に、どうしてあなたはビットコイン買っておかなかったんですか。 はい。今や3倍ですからね。あなたの資金は3倍ですから。これはですね。えー、そしてですね、密約の中には、いや、実は6月に、6月にニューヨーク証券取引所、え子、ー、会社が出した、提出、あの、申請してるビットコイン ETF、承認させるよと。大統領令で承認させるよと。だから、心臓にもね、えー、参院選挙、衆参両院選挙かもしれないから、 <coughs> えー、所得倍増計画を打った、ねあ安倍し、安倍晋三さんだったら、また自民党を退象させて、安倍,首相安倍晋三がねまた総理に就けば、えー、日本人全員、ですね、まあ、ビットコイン買った人、えー、仮想通貨買った人全員がですね、えー、所得倍増になるんだと、まあ、こういうことをですねアメリカと日本、 お互いにやろうではないかと。このようなですね、政治的背,背景があった模様だということです。まあ、これは未確認情報ですのでね。そして、コインマーケットキャップを見てみましょう。コインマーケットキャップを見てみましょう。はい。私はね、えー、ビットコイン仮想通貨すべて売ってません。実はね。売ってません。まあ、細かく理学してね、あのー、お金を増やしていくっていうのが、金融投資の 基本中の基本なんですが、こと仮想通貨については、いつばっこうやってばかげつかわかんないんですよ。ですからね、ガチホが、ガチホっていうのはね、ガチっていうのはね、本気のってことですね。本気でってことですね。ガチホの穂はですね、ホールドとかね、保有って意味ですね。本気で長期保有のことをガチホって言うんですね。えー、世界価格が93万5千円ですね、ビットコインね。イーサリアムは2 8 8 5四円。リップルが43,85円。 まだ安いですね。ビットコインキャッシュ4 4 6 5 6六。ライトコインがすごい上がってますね。ライトコインが111,864円。イオス750円。ビットコインキャッシュ。バイナンスコインですね、これ。3,763。どこまで上がるんだ、これ。はい。ステテザーは値段上がらないことで有名です。っていう感じで、値段上がらないことで作ったんですね。テーザーってね。110円07。ステラーは非4円四0銭。 体の値段9円31円上がってます。そしてトロンが12.12% 12上がってる。3円44。そしてビッ,ビットコインサトシビション、お前12位まで来たのか。12位まで来たのか。えー、11,229円。モネロ、ダッシュ。ここら辺の匿名通貨は人気がある。人気がありすぎる。はい。イタリア、ローマ。まあ、あの、マフィア、暴力団系で使われているのかよくわからないけれども。 えー、特命通貨は日本では使用禁止ですが、海外では購入してもいいことになっております、日本人ね。そしてネ、ネム9円35ネオ1293円。はい、ということでですね、爆上げを開始しております。売却が開始しております。そして、我らがノアコインはどうなったのかと。我らが、えー、我らがノアコインはどうなったのかと。ここで一回ノアを入れてみましょう。ノアですね。違いますよ。 ノアはノアですからねはいノアコインはい0.09ですね6.54%アップでもう少しで0.1円です0.1円です皆さん大体0.3円とか0.5円ぐらいで買ってますかあ ICO あ ICO の平均価格は0.8円ですよねはいあともう少しで、えー、0.1円から1円 5円10円そしてノアコインは私、えー、の情報私に入っている情報によると400円まで上がると400円まで上がるという情報が入ってきておりますので、えー、ノアコインホルダーノアクルーの皆様もう少しお待ちくださいもう少しお待ちください、はいはビットコイン、今,です、ね、今の価格、えー、朝6時18分の価格は93万6千円ですね、はい、これは今日中に100万円を超える可能性が非常に高いですね。 はい、まあほんでテレビ CM やれと CM 業界といえば電通ですね電通といえば、えー、あそこですね D カレットですね全てつながっておりますはい、D カレットと電通といえばメイソンリー会員メイソンリーと言えば CIA ですね全てつながっております D カレットですね D カレットは,いィーカレッはえー、JR の Suica、Suica パスも、Suica ですね。日本全国の JR 系のですね、えー、かあの IC カードですね。あそことビットコインがですね交換できる取引所ですね。これ D カレット。日本国内の大企業が入っているです、ね、大,きな大きな取引所ですので、ここの口座も、えー 作った方がいいですね逆に作らざるを得ないですね、ここはね仮想通貨を日本円にするんだったらここしかないですからね。下に電通って書いてありますよね。やっぱこの銀行とか入っちゃってますからね。はい、<coughs> ここですね。はいまあ、僕はおすすめはビットバンクビ、ビットバンク、ビットポイントジャパンかな、あとはデーカレットですね。この3つを口座開設するといいと思います。 はい、あとはあの、ちょっとあれ見てみましょうか。ニュースですね。仮想,仮想通貨ニュースを見てですね、今回の爆上げの情報が出てるかどうかですね。はい。なければもうちょっとアップロードしなくちゃいけない時間ですのでね。はい。えっ、ー、と、特にないですね。まだ早く、早い、時間が早いっていうとね、ニューヨークも寝てますからね、まだね。 はい、ライトコインの話しか出てないですね。速報はどうですかね。まあ、これはニューヨークですかね、やっぱり。はい、私のものですねあの、トランプ大統領と心臓との間のゴルフ会見、ゴルフ場のですね密約の方情報の方が私たちの方が早いですね、まだね。はい、ということで、爆上げ情報はまだ出てませんと。 日本初ですね、これね。これ、あっという間にこれ100万いっちゃうので、皆さん、今日月曜日ですけどね、会社午前、午前午前中、半休を取っていただいて、えー、最寄りの駅行ってね、銀行から、えー、仮想通貨、取引所にね、えー、入金をして、まあ、5万でも10万でも入金すれば、後々それがね、500万でも1000万にもなりますからね。安い、安いやつで買ってくださいね、安いやつね。 でどれを買えばいいかっていうのは、私の方でですね、28本の、仮想通貨の取引の28本のですね、いう動画を作っておりますので、それを見ていただけます。もうそれは1万800円で販売しておりますんでね。それから中野研究会入っていただければね、はい、無料で、あの無料で特典についてますんでね。はい、ということでですね、本日は、ビットコイン大冒頭を再開しております。そして今日中200万円を超えるか。 トランプ大統領が心臓に対し日本でもビットコインのテレビ CM を回収しろとの密約があった模様というですね、え速報をお伝えさせていただきました。今週もですね、億万長者、送り人目指して皆様頑張っていきましょう。千葉県松吉よりトム・クルーズがお伝えいたしました。Fairy go!